ゴールデンウィークのお出かけリポートが皆さんからたくさん届いています。福岡県のリポーター名ナウリバーウェザーさんからいただきました。風で揺れる大藤棚、ウグイスが近くで鳴いています。美しい藤の花も少し風に揺れている様子が伺えます。とっても美しいですね。藤も満開になっている様子が伺えます。さあ続いて見ていきましょう。新潟県のリポーター名つばめ52号さんからいただきました。新緑に響き渡る汽笛ということです。お、トンネルを通ってこちらに向かってきますね。お、目の前を通っていく、すごい。秋田県のリポーター名漂白のアトリエさんからいただきました。田沢湖の辰湖城にてやや雲が広がっていますが、青い湖と青空、雲のコラボが綺麗です。やや風が強く波が立っていますということです。この後のお天気確認していきましょう。こちらです。明日あさってと6日金曜日までは沖縄を除きましてよく晴れるんですが、7日土曜日と8日日曜日、この週末はまだ連休中ですが雲が広がり、お出かけ日和とはならなそうです。この週末以降はですね、雲が広がりすっきりしない天気が続いていきそうです。また気温の方は雲が広がっていても25度、予想最高気温25度ねとなっているところもありますので、気温は、ね、高めの日が続いていきそうです。以上、ゴールデンウィークのお出かけリポートと今後のお天気をお伝えしていきました。最新の気象情報はお天気アプリウェザーニュースからもご確認いただけます。ぜひご活用ください。